この感じの始まり方見てもらったら、間違いない動画だと、何がおもろい？お前おもろい、今おもろいことあるか？いや、全くない。ないやろな。なんかすっごい怒ってるなと思って。はい、この始まり方見てもらったら、もうこれやばいなって、もう集団行動やなっていうのを笑ってもらえると思うんです。何笑ってるの？何を笑ってんの？笑ってもらえると思うんやけど、ちょっとマジでもう訴えるわ。誰を？うん、もうこれ笑われへんこと起きたわ。最近そういうの多いから何か分かれへんね。うん、ちょっと訴えようかなと思って。何があったん？なんかさ、俺の裸を YouTube に乗っけたやつおんねん。マジで？え？マジっす。裸を YouTube に乗っけてる？はい、笑われへんなぁ！それをマジ笑われへんの。なんで裸の写真がある？裸の写真なんかやねん。盗撮ってこと？盗撮？盗撮。お風呂、なんか温泉行った時？じゃないっす。なんだ、なんでじゃん、のっけ。まあまあ、温泉って言ったら温泉っすね。じゃあ温泉やん。はい。まあ、風呂っつったら風呂っすね。風呂か、お風呂場ってこと？ちょっともうこれ、さ、俺もう訴えようと思ってんけどさ、正直さ、お前ら怒ってくれてるよな。怒ってくれてるよな、一緒に。めちゃくちゃ、それがほんまやったらな。もしほんまやったらめちゃめちゃ笑えへんよな、もちろん。全く笑ってない。笑ったら同罪やんな。同罪よ。犯人よ、俺が。うん。犯人か、お前。いや、もうその同等やから。ああ。試し。その動画で笑うのか。もう訴えるんやけど、もうそれのチャンネルは。うん。お前一緒に訴えようかなと思って。お前それを笑って訴えられても仕方ないよ。うん。で、さ、めんどくさいやん。その、訴えてさ、その、慰謝料請求するのめんどくさいやんか。その、慰謝料請求お前らにしていい？まあまあ、でもそういう、笑った場合やろ。うん、笑ったやつに慰謝料請求していいよな。いやいや、俺ほんまやと笑わへんし。オッケー。じゃあ、携帯出せよ。行こじょう。行こじょうってなんねん。おほじょうみたいに。な。座れ。え、ガードを見ひん。座れよ、お前飲め。お前、当たり前やろ。貸せって。携帯貸すよ。お前はもう覚悟せえよ。何笑ってん？あ、出てきたわ。出てきました？うん。ほんで笑えへんかったらいいんやな、その動画を見て。動画？うん、これな。笑った動作やんな。うん、当たり前じゃ。当たり前じゃ。当たり前じゃ。よし、飲め。一個だけこれ。一個だけってなんで？飲めよ、もうそれ回すよ。お前、慰謝料請求マジするかんな。なあ、俺普通に通ってるからな、今。いろんな病院。亀井病院通ってるから。なあ、骨折治されへん病院。よし。なあ。そんなに笑って。いきます。なあ、飲めよ、早。うん。飲め！飲めちょ、お前。俺に貼んなよ。よし、行くぞ。よし、再生しろ。俺の裸さらされてるからよ。うん。うん。笑ったやつ、うん。訴えれて。うん。うん。うん。牛乳どけろよ、お前。危ないよ。怪我すんの。牛乳で怪我するやんけ、お前。蛇来るで。裸出すやろ。蛇来る。じゃあ、お前笑ってない。お前吐いたら、お前医者やで。8000万やで。待って待って耐えろって言うぞ。待って、うん、裸にされてるからよ俺。お風呂に入れてあげる前に衣類を準備します。見ろよ。おい、なんだってカメラ止めろ。ボディーソープやシャンプーで撫でるように。ここだけは何おもろいんだよ。なんでカメラ回してんの。気にしないと。くびれの部分はボディーソープで優しく洗います。このパピーこう。おい、お前マジ、お前、お前、あい、笑ったな、笑ったな。アウトじゃん、お前。俺の靴や。アウトや。山ちゃん、え、お前これマジで訴えんで。もうチャンネルのこいつ、おい、何チャンネルか分かる？ガードマンファンクラブだ。またや、こいつまたやっとんねん、これ。今の
あの、スローサイズで見たら分かるけど、山ちゃんさっき拭いたから怖くて俺書いた。なんだ怖いって。山ちゃんが。じゃあもうチョケんなって。いや、もうチョケんな。え、おもろいとかあんけ。何がおもろいんか言えよ。伸びろよ。なあ。え、ちょ、飲んでもらってん。パピコーパピコーってなえ、ちょ、お前ほんまチョケんなって。え、どっちなん今、どっちがさっき拭いたんなって。もうスロー再生見たんだ。じゃあもうスロー再生できんが飲め。はい、飲め。お前、ついお前。もうか、白黒つけよ。お前もう白黒ちゃうぜ。もう、驚きひんわ、今の感じね、はい。じゃあ今の感じねちゃうやん。だから、お前、その感じで来るんやったら、もう、あれで、多勢に無勢やで。入った。ちょ、お前、何してんのえ、何してんのお前。やれやん、お前。ちょっとマジか、飲んでから笑かすのやめて。飲んでから笑かすがじゃないってよ、お前。パピ行こうって、俺言ってるんけ。パピ行こうってなんか言ってたから、俺もう何のこと言ってんか。お前ら、俺に吐くなや、あと。全部こっち飛んできてんねん。お前ら次笑ったやつ責任取れよ。うん、慰謝料請求せよなあ。慰謝料請求せよ。うん、なんなんそれお互い向き合えよ。吐くときはげ。いいじゃない。はよ再生せえ。うんうん。手の中に滑らすように入れて洗います。おいしいやがて。お腹は手の下に染めやすい染めやすいお前何してん待ってお前ちょけて笑ってやん、聞かんぞ、待ってまずお前らつぶさげてんやんアウトやん、これお、吐いてないやん吐いてるやんや今の山ちゃんやろ、ガードもマジで息できん俺ほんで今、気管に詰まったで笑ったし今のマジ気管詰まった気管詰まったってなんなんやろなあお前気管詰まったんけマジで詰まったで、飲めやや、もう一回やだや、飲めやお前、次笑ったよお前、耐えろ片方拭いても耐えろよこれ、見切らんの許せへんで次、もう途中で入るやつ、両方アウトな見切ったやつだけ許したろおもろないやろな、これ今度がおもろいんけ。うん、おもんないです。おもんない？お前ずっと笑ってない。お前ちょけんなで。うん、見逃さんぞお前これは。こいつ障害線でも6万再生取るようになってきてんねん。この赤ちゃんのやつ6万再生いってやんぞ。俺の裸6万再生されてんやぞ。6万人やぞ。なあ、日本武道館何回埋めんねん。日本武道館のままな6公演ぐらいして俺ずっと裸で歌うだろうやるようん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 と思って見てる人相当ヤバいぞそれやばい足はそっと握り撫でるように洗います背中を洗うときはみんな赤ちゃんの動きを使い耐えろよ耐えろよ倒し払いますはずいわはずいわバクシェットなってバクシェットあんどいてお尻を押し払います耐えろよこら止めろってお前ちょけてん止めろえ、何したん何をどこで笑ったんどこで笑ったんだどこで笑ったんなあどこで笑ったんか言えよいや、なんかこれエグいぞお前これ赤ちゃんが笑顔やったから笑顔になってしまって出てきたって感じだよじゃあもうお前もう最後の見られへんやないや今の同時やからお前もう一回吹くめ絶対見れるなもう俺はお前もう次吹いたやつもうアウトだ確実にうんうんちゃうでお前両方吹いたからもう両方アウトでもいいでどうすんうんじゃあもう止めんないやいやいやだから次吹いたらじゃあ次吹いたらじゃあお前これ慰謝料8000億やでやるぞお前うんお尻を押し払います笑うなよこれなあ。ああ、よみ。すすぎ用の綺麗なお湯で。
ヨグリーナが言われてんやん、俺ヨグリーナ言ってんやん。ヨグリーナ言ってんやん。俺、頭からヨグリーナが言われてんねん、裸で伝わされてなあ。はい、あるぞな。待ち受けてるな。これ俺なん。どうす、二人一斉に入ったけど両方責任とかやな。いやいや、な、笑ったって言うかな。笑ってない。いや、もうアウトよ。もうええよ。もう責任な、止めます。止めてから話します